ダードラー及びナガル・ハベイリは、インドの県の一つ。ダードラーとナガル・ハベイリの二つの地域からなり、グジャラート州とマハーラーシュトラ州の間にある。人口34万人。面積は491平方キロメートル。県とはスイルバーサー。かつては、連邦政府直轄領であった。20世紀半ばまで、ポルトガル領インドの一部であった。 インド独立後にゴアなど残された植民地を解放する機運がインド各地で高まった。その一環として、1954年7月にダードラー村とネロリ村を占拠したゴア国民会議派の運動組織によって自由ダードラー、自由ネロリが樹立宣言され、同年8月にはナガル・ハベイリーと統合し、自由、ダドラー及びナガル・ハベイリーとして、 自立宣言が行われた。自由、タードラー及びがガるハベイリーは、成立時からインド連邦への編入を主張していたため、独立は宣言せず統治は村行政委員会と村議会によって行われた。1961年6月に決議されたインドへの編入要請決議を、インド政府が受ける形で、同年8月11日に併合された。 インドへの併合後はダードラー及びナガルハベリ連邦直轄領として連邦政府の管轄下にあった。2020年1月26日、ダマンディウ連邦直轄領と合併し、ダードラーナガルハベリ及びダマンディウ連邦直轄領が成立。ダードラー及びナガルハベリは新たな連邦直轄領を構成する県となった。ありがとうございます。